明治維新における最大の悲劇と呼ばれる会津戦争。戦いの後、敵の手に落ちた女性たちが性奴隷にされていた事実をご存知かな？遡ること150年以上前の1868年、現在も福島県会津若松市にある長明寺でのこと。殺しなさい。敵軍に捕らえられた女性が毅然とした態度で言い放つ。女性の髪は短く切られ、着物に袴という姿、頭には白の鉢巻きが巻かれていた。そんなに急ぐことはない。敵兵はにやりと嫌な笑みを浮かべている。それでなければ自害します。おいおい、冗談だろ、もったいないじゃないか。敵兵たちが声を上げて笑った。もっと楽しませろよ。敵兵たちの狙いは性的搾取。ミッドナイトムーン、プレゼンテッドバイアルゴメトリー。マドモアゼウ、つけたらすこいも最高のヘモグロビンを。ミッドナイトの諸君、ミッドナイトムーンへようこそ。ヴァンパイアの剣だっぞ。言うの闇人形のヤメルですわ。最近剣のような奇妙な髪型をしたり、片目ずつ目の色が違ったりする人間を観察するのが趣味なんですの。私の容姿はさておき、それはコスプレって言って、見つけたら追跡するようにしてるんですの。あの人たちも私たちのお仲間かと思うと興味が湧きますわ。追跡ってなんかいい感じに言ってるけど、ヤメル君、それただのストーカーだから。さて、今宵お話しするのは会津戦争を戦った女性だけの舞台について。この会津戦争では女性たちが薙刀を手に果敢に戦ったんだぞ。言うの戦いの始まり。1860年代の福島県会津藩でのこと。まだまだ次。道場でひときわ大きな声を張り上げる20歳前後の女性の姿があった。彼女の名は中野武子。後に女性だけの舞台である上司隊の一員として戦場で命を懸けることになる女性だ。これ式のことでへばるんじゃない。タケコは同情性を叱咤して稽古をつけていた。会津藩士の長女として江戸で生まれたタケコは、幼い頃から薙刀や書道を習い、文武両道を地で行くような強い女性。5歳の頃には百人一首を暗唱し、一字も誤ることがなかったという。また彼女は容姿にも恵まれ、まさに才色兼備。薙刀においては道場の師範代を務めていたというから驚きだ。そこで実力を認められ師匠の養子にまでなった。そんな竹子が19歳の時、師匠の甥との縁談が持ち上がる。竹子の男勝りな性格を案じた師匠は、彼女に家庭を持たせ平穏な暮らしを送ってもらいたかった。しかし竹子はその縁談を断ってしまうんだ。その理由は情勢が危うかったから。時は明治維新の真っ只中、徳川幕府の支配体制が揺らいでる時期で、薩摩藩や長州藩による倒幕の動きを警戒していた。幕府に忠誠を誓っていた会津藩も例外ではなく、ピリピリとした雰囲気があったんだ。そんな不穏な情勢の中、のうのうと婚姻することを彼女は良しとしなかった。さらには養子縁組も破談にし、実家に戻ることを決断してしまう。そんな折、会津藩主松平容保が江戸から引き上げることとなる。それに伴って竹子たち一家も会津に戻ることを決意する。ここから竹子は会津戦争に深く関わっていくことになるんだ。竹子、何でもできますわね。まるで私みたいですわ。そうなの？剣、なんか文句でもあるんですの？いや、何でもないよ。ところで、会津戦争ってそもそもなぜ起こったんでしたっけ？ここからは会津戦争が起こった背景について簡単に説明しておこう。1867年、徳川15代将軍、徳川慶喜が政治の実権を天皇に返す大政奉還を行った。薩摩、長州両藩による倒幕の動きがあったためだ。政権を天皇に返したとしても、実権は徳川家が握れるという算段もあった。そんな折、倒幕派が新政府樹立を宣言。徳川慶喜は、その新政府のメンバーに入っていなかった。さらに新政府は徳川慶喜に内大臣の辞職と領地の返上を求めたんだ。徳川慶喜はこれに反発。こうして薩摩藩や長州藩を中心にした新政府側と旧幕府勢力の間で対立が続くこととなった。年が明けて1868年1月、新政府軍と旧幕府勢力の間で戊辰戦争が始まる。新政府軍の最新の武器と戦術を前に旧幕府軍は各地で敗北。その後、徳川慶喜は新政府に従うことを決め、戦わずして江戸城を明け渡したんだ。しかし会津藩をはじめとした旧幕府を支持していた一部の者たちは新政府に従うことはせず、戦うことを選んだ。中でも激戦が繰り広げられ、最大の悲劇とも呼ばれるのが会津戦争だ。会津戦争といえば、少年たちだけで結成された白虎隊の悲劇が有名だ。目指すべき会津若松城が燃えていると思った彼らは落城を覚悟して集団自決した。一方、この会津戦争において女性だけの軍隊も存在したんだ。彼女たちにもまた白虎隊の少年たち同様に壮絶な運命が待っていたんだ。
白虎隊は聞いたことありますけど、女性の軍隊は初めて聞きましたわ。この会津戦争で、なぎなとの師範だった竹子を筆頭に二十数名の女性が上司隊を結成して戦った。彼女たちが戦う理由には、戦争によって命を奪われた夫や家族への思いがあったんだぞ。上司隊結成。1868年8月23日、会津藩の要であった若松城下に新政府軍が迫っていた。そんな中、竹子は懸命に走っていた。なぎなたの師範だった竹子は、己も戦いに加わるため、なぎなたを手に若松城へと向かっていたんだ。隣には竹子の母と妹の姿もあった。しかし、若松城に着くと、すでに城門は閉められており、中に入ることはできない。竹子！そこにやってきたのは、道場の仲間であった3人の女性。この時、上司隊が結成されたんだ。そこで彼女たちは会津藩主の義理の姉照姫を護衛しようと万華に向かった。しかし照姫を発見することができず、竹子らは若松城へ戻ることに。その道中、行き合った家老に従軍を願い出るんだ。私たちも戦わせてください。ダメだ、女性を戦場へ送り込んだなどと知れたら会津藩主の名折れだ。一旦は断られるも、竹子たちは引き下がらなかった。従軍が叶わないならこの場で自害します。竹子らは命を懸ける覚悟を見せ、戦いに加わることを許されたんだ。この時代の武士なんて頑固そうなのによく許されましたわね。目の前で女性に自害されるよりはと思ったのかもしれないね。しかし会津藩としては上司隊を正式に隊として認めることはしなかったそうだ。さすがにそこまでは武士のプライドが許せなかったってことですわね。そうかもしれないね。その後、竹子たちは新政府軍と遭遇することになるんだぞ。1868年8月25日、竹子たちが加わった軍は柳橋で新政府軍と遭遇。おい、敵方に女がいるぞ。激しい戦いの最中、敵に女性がいることに気づいた新政府軍の武士はにやりと笑みを浮かべていた。あいつらを生け捕りにするぞ。この時代、敵方の女性は兵士たちの慰み者にされることが多かったんだ。特に竹子と妹の優子は美しく目を引いた。生け捕られるな、恥辱を受けるな。上司隊の女性たちは決死の覚悟で太刀を振るった。思いもよらぬ応戦に男たちは慌てて銃を構えたと言われている。彼女らは懸命に戦い、なぎなたで兵士を切っていった。しかしその時、敵の銃弾に竹子が倒れてしまったんだ。竹子の額からは血が流れている。竹子！上司隊の面々の叫び声が戦場にこだまする。竹子は重傷を負っていたが、その時点でまだ息があった。首を取られてはならない。その思いから竹子は最後の力を振り絞り、ヒュー子。薄れゆく意識の中で妹を呼んだ。そこで竹子が妹に頼んだのは自らの解釈。竹子は妹に首を切ってもらい最後を迎えたんだ。その時、竹子は22歳、妹の優子は16歳の若さだった。16歳で姉の首を切らないといけない状況になるって壮絶ですわね。戦場へ行くと決めた時に覚悟はしていたかもしれないけど、それにしてもあまりに辛いよね。ところで上司隊は20人ほどいたんでしたわよね。まだ数名しか出てきていませんわよ。そう、当初竹子ら数名で結成された上司隊だったが、後から志願して加わった者もいたんだ。その中に無念のうちに亡くなった夫の思いを引き継ぐために戦った女性がいた。彼女は上司隊の面々の中でも特に悲惨な運命を辿ったんだぞ。悲劇へ向かう選択。上司隊に志願して加わった一人が神保由紀子。由紀子は江戸時代末期、会津藩士の次女として生まれ、後に会津藩の有力者である神保修理長照に嫁いだ。二人は周囲からも羨まれる美男美女の夫婦だったそうだ。しかし夫の修理は京都守護職を命じられた会津藩主松平片森に付き従い、京へ上り離れ離れになってしまう。その後、片森の命により修理は西洋式の軍政や京連を視察する名目で長崎へ派遣される。そんな最中に大政奉還が起こったんだ。会津藩では新政府と戦うか、このまま新政府に従うのか意見が割れた。首里どう思う？意見を聞かれた首里は長崎での経験から、欧米列強と肩を並べるためには国内で争っている場合ではありませんと意見した。そうこうするうちに1868年1月3日戊辰戦争勃発の日を迎える。これ以上無駄な血を流してはなりませぬ。朝廷に降伏すべきです。日本国のためなのです。首里の意見に旧幕府軍を率いていたはずの徳川慶喜は決断を下すことなく江戸に逃げ帰ってしまう。結局鳥羽伏見の戦いで敗北し、徳川慶喜は新政府に従うこととなった。会津藩では新政府軍に降伏すべきだと主張していた首里がそそのかしたせいで負けたのだと言われるようになったという。藩内では極刑に処すべきという意見が多勢となり、首里は会津藩に捕らえられてしまう。そんな中、彼を助けようとしていたのが勝海舟。徳川慶喜からの通達を携え、幕府に首里の身柄を引き渡すよう伝えたんだ。しかし会津藩はこれを拒否。結局由紀子の夫首里は無実の罪を着せられ、ついには切腹。
その秘宝にユキコは打ちひしがれた。夫の死後、ユキコは罪人の妻として肩身の狭い思いをしていた。新政府軍が合図に迫る中、ユキコは実家に帰ることを決める。家に帰ると見慣れた家族の顔があった。しかし家族にかけられた言葉は想像していたものとは違っていたんだ。もうお前は神保の家の人間だ、戻りなさい。そんな。仕方なくユキコは神保の家に戻った。そのすぐ後、実家ではユキコの父を含めて戦いに出られず残っていた全員が自刃したんだ。じゃあユキコを巻き込まないために戻れって言ったってことですの？今となっては真意はわからないけれど、最後の親心だったのかもしれないね。ユキコは迷った。夫を殺した会津藩に義理などない、逃げてしまえばいい。一度はそう思ったものの、やはりと思い直し、会津藩に忠義を誓った夫の思いを引き継ぎ戦うことを決意したんだ。そうしてユキコは上司隊に志願し、髪を切って戦装束を身にまとい、新政府軍に立ち向かう準備を整えた。泣ける話ですわ。私なら家族を殺した会津藩なんてほっといてさっさと逃げますわ。実家の家族も亡くなって、頼る人がいなくなったということも決意を後押ししたのかもしれないね。しかしユキコは戦いの中で新政府軍に捕らえられてしまうんだぞ。悲劇の結末。上司隊の発起人である竹子らに参加の許しを得たユキコは会津若松城下の戦闘に加わっていた。上司隊は懸命に戦うも、竹子が銃弾に倒れ、ユキコは新政府軍側の大垣藩に捕らえられてしまったんだ。殺しなさい。ユキコは毅然とした態度で敵に言い放った。しかし敵はニヤニヤするばかり。あなた方が殺さないと言うなら自害します。ユキコは決然と告げる。命を粗末にするな。敵兵は優しげな声で言うが、もちろん情けをかけているのではない。その証拠に他の兵士たちからこんな声が飛ぶ。もっと楽しませろよ、次は俺の番だ。敵に恥ずかしめを受け恥辱に耐えるユキコ。その様子をたまたま視察に来ていた土佐藩士の吉松早之助が見つける。婦女への領辱などもってのほか、新政府への人々の信頼も得られないばかりか、敵の投資を煽ることになるぞ。そう言ってユキコの釈放を求めた。茶飯の者が口を挟むな。大垣藩はその要請を拒否。そこでユキコは手を差し伸びようとしてくれた早之助に静かな声で告げた。腰のものをお貸しください。やむを得まい。早之助に脇差しを借りたユキコはその刃で自ら命を絶った。ユキコが24歳の時だった。悲しい結末ですわね。どうにか助けられなかったんですの？心情としては助けたかっただろうけど、新政府軍内で争うのは得策じゃないと早之助は判断したんだろうね。それにその場に土佐藩士は自分だけ、到底勝ち目はないと考えたんだろう。なるほどですわ。残りの上司隊のメンバーはどうなったんですの？彼女たちはなんとか会津藩の役に立とうと最後まで奮闘したんだ。涙橋での戦いの後、上司隊の面々は会津若松城に入り、他の女性たちと同様に牢城の支援に奔走した。しかしこの城下での戦いで多くの藩士の妻や子女が自害したと言われている。多大な犠牲を払うこととなった会津戦争。神保処理の先を見据えた意見は正しかった。新政府に立てついた会津藩は賊軍の汚名に甘んじることになったんだ。徳川慶喜が朝廷に従うことになった際に会津藩もそれに習っていれば、ここまでの悲劇が起きることはなかったのかもしれない。諸君は誰かのために立ち向かう覚悟をしたことはあるかな？ミッドナイトの皆様、高評価とチャンネル登録お願いしますわよ。諸君、無理せずでいいんだぞ。してよ、おい、落ち着くんだぞ。ヤミリ君、ヤミリ君。